動画を始めたきっかけは定年になって、家族の記録を残したいので9年目になります。誰にもね教えてもらってないんで全てね自己流になります。はい、皆さんこんにちは。ジジイのアウトドアチャンネル。今日はね、近所の森に暇だったんでね、コーヒー飲みにね、来てるんですけども、何話しましょう。はい、話することがね、最近ないんでね、何を話したらいいか。っていうか、ちょっとね、鼻声でしょ。なんかいっぺんに秋になったみたいでね、夜もねタオルケットだけやったら寒いなぁ言うて、夜もちょっと寒かったんでね、起きたらちょっと鼻声になっててびっくりですわ。もうこのまま秋に行ってしまうんかな、はい、そんな感じの今日この頃。はい、そんなでね、ちょっとねよくコメントで質問じゃないんですけども、いろいろね返事してない部分があるんでね、そんなことをちょっと喋ってみようかなって思っております。ジジイとババアは仲いいねってね、よくコメントいただくんですけども、まあまああれですわ、ネットだけですわ。はい、普段はね言い合いもしてるし、ただね、価値観が同じなんで、同じような趣味がねずっと若い頃から、結婚してからね、ずっと同じようにスキーしたりアウトドア行ったり泳ぎに行ったりね、みんな同じ趣味を持ついうか、同じことをねしたらね、はいはい、喧嘩しててもねすぐ仲直りするし、はい、そんな感じかな。旦那がポーンと出て行ってパチンコ、はい、そんなんしてたらね、なかなか泣かないのもできへんしね。夢は何ですかって、もう夢ないやろいう感じですわ。まあ、強いて言えば、100まで生きる。はいはい、まあ、それは嘘やけど、もうどうやろう。もう今から夢言うてもね、まあこれだけ生きてきたら、まあしたいこととねほぼやってきた思うし、そうそう、あの車中泊で日本一周、まあ鹿児島とか北海道とか、まあ九州はね行ったことあるんですが、北海道はね一度も行ったことないんで、まあね、死ぬまでにはいっぺんぐらい行っとけへんかったら、まあそこら行ったら四国、九州、あ、そんなん言うとあれやな、佐渡島も行ったことないしな。はい、まあね、まあできる範囲、車で行ける範囲で一周したいないうのがね、まあ残ってる夢ぐらいかな。二十歳の時に何をしてて何を考えておられましたかってね、はい、最近ちょっと質問ね受けたんですけども、二十歳の時は、考えてたのはエロいこと、すっげえなこともう一回考えてましたわ、はい、してたんはね、二十歳ぐらいの時はスキーかな、スキーをねやってて、まあ車が好きやったんでね、車乗ってスキー、はい、スキーでね二十歳ぐらいで思い出すんですけども、あれですわ、近所に、八北とかね八高原とかね、まあ近所じゃないんですけども関西ではね、そっちの方をよく行ったり、岐阜やったらダイナーランド、今は
今は名前変わったかな、はい、そういうとこねよく行ってたんですけども、関西からしたらねちょっと遠いね憧れの、津賀池とかね白樺高原とかね志賀高原とかそういうところのスキー場に初めて行った時の話になるんですけども、実際生で、関東の人の、声を聞いたのも初めてやし、はい、ちょっとビビりながらねスキーしてたんですけど、まあねスキーの方は結構長くやってたんで最終的に、パラレルぐらいまではなんとかね滑れるようになってたんです。とはいえね、体力もあまりないしね、要ゲレンデの中間ぐらいで、休憩とか取ってたんですわ。そうしたらあれはめちゃくちゃかっこいい人は、これは関東の人やなってね思いながらずっと見てたら、ちょうどね私の横ぐらいにちょっとコブがあったんで、そこで思い切り宙返りボテーンとこけた同時に、いてててて足折れちゃったよってってびっくりしたら、ちょうどねなんか友達がそばにおったんかな、マジかよマジだよ動けねえよ、じゃあパトロール隊を探してくるね。ニュアンス的にはこんな感じの話だったんですが、まあね40年も50年もね前の話やから全然大阪人やし、イントネーションがちゃうかも、発音がね違うかもしれんけども、あの時はもうびっくりしましたわ。これがもしねあの関西の人間やったら、いてててて、うわ足折れた、嘘こけ嘘ちゃう、今ボキン言うたし、あそこのなあのコブあれろ、あそこでバーン飛ばされてガーンなってビューンなってな、ゴローンってなったんや、ほんまかいな、めちゃくちゃ擬音つこてるけど動けるんかいな、動けへんちゅうねほんまに、あーせやな、めんどくさいけど、ほんとはガードマン呼んでくるわ、なんでガードマンやったはいはい、こんな時はパトロール隊を呼んでください。はい、こんな感じでね、若い時はずっと遊んでたんですけども、まあね、仕事に関しては自営とかいろいろやってたんですがね、まあね、一応定年まで頑張って、根が真面目なんで、人に迷惑とかね、全然かけずに、定年まで行きました。